こんにちは、平山茂です。今日は9月11日土曜日でございます。現在時刻は、5時2分でございますね。本日も皆様お疲れ様でした。一日お疲れ様でした。そしてお仕事だったという方、本当にお疲れ様です。お疲れ様でした。さあ今日はちょっとこの車の中でお届けしたいと思います。まあ私いつも皆様に大丈夫だよと言わせてもらってます。今日はですね、9月11日ということで、まああんまり関係ないかもしれませんけれども、アメリカではですね、ニューヨークで世界貿易センタービル、ツインタワーに飛行機が突っ込んで、とんでもないテロが起きました。まあたくさんの方がお亡くなりになったわけなんですけれども、まあ、僕もね直接関係は全くございません。ただですね、ニューヨークツインタワーを、まだ崩壊する前のツインタワーを、見たことがある、生で見たことがあるっていうところで、なかなかなショックを当時受けました。まあ20年前の今日なんですけども、今日の夜9時46分ですね。夜9時46分に、まあ1機目の飛行機が突っ込んで、その後、まあ約1時間後ぐらいに崩壊したというようなことなんですけれども、僕が初めてツインタワーを見たのはですね、事件が起きる1年ちょっと前ですね。2000年です。事件は2001年9月11日に起きたんですけど、僕がニューヨークに行ったのは2000年の1月ですね。そこで初めてツインタワーを見たわけなんですけども、ね、当時はね、でっかいビルがあるなと。まあ右も左も何もニューヨークなんて行ったこともなかったわけで、まあたまたま、ね、過去の写真ちょっとこの辺りに出しますけれども、まあ、19歳で初めての海外旅行がいきなり、まあ、ニューヨークだったわけなんですけれども、当時は、まあ、劇団ひまわりというところにね所属しておりまして、名古屋の、それでですね、海外の名古屋の劇団ひまわりに所属しておりまして、当時、まあ、海外演劇セミナーという、まあ、企画がありましてですね、ニューヨークに11日間、まあ本場のブロードウェイを見たり、向こうのね、あのバレエの教室行ってバレエを習ってね、姿勢を正したり、こう呼吸の仕方だったりとか勉強したり、あと演劇のスクールなんかにもまあ通ってですね、そういうような形でまあ本場ニューヨークの演劇を見るというような名目で、当時初めてだったんですが、親の金で、親の支援をいただいて行ってまいりました。そんな時にまだニューヨークのツインタワーはありました。でその帰ってきて、まあ、1年ちょっとした時に、ツインタワーでテロがあった時っていうのは、まあ、ニュースで速報で入ってきて、えっていう、まさかのっていうところだったんですけど、でちょっと悔しいなっていうのもあったんですけど、当時、まあ、事件が起きた時っていうのはもう普通に働いて就職みたいな形で、当時防水屋さんにね働きに出てて、それでその事件を聞いて、うわーちょっとなんかこんなことしてる場合じゃないなみたいな、なんか違うなと思って、なんか、何を感じたのかわかんないんですけど、それもあって、まあ、当時は名古屋にいたんですけど、防水屋じゃないな、もう一回ちょっと、芝居頑張りたいな、みたいな。まあ、ちょっと防水屋やってる時はもう、あんまりお芝居、のこと考えてなかったんですけど、なんかその事件、テロを見て、
いやちょっとこのままじゃいけないみたいな、なんか勝手にスイッチが入ってですね、よし東京行こうみたいな、それで防水屋のまあ社長にちょっと自分東京行くんで辞めますみたいなことを言ったのをすごい覚えてますね。でまあちょっと今日は長くなったらごめんなさい、本当にすいません。で当時まあまあにその当時の写真っていうのが本当にいっぱいあるんです。その2000年に行った時の写真っていうのが本当にいっぱいありましてですね、まあ、ここにツインタワーが見えると思うんですけど、こちらに大きくね映せるものは映したいなと思うんですが、でその後ですね、東京行く時にですね、まあ当時仲が良かった、まあ、3人組なんですけど、僕とまあ以前あのバレンタインの日に一緒にちょっとだけ出てくれたコウ君っていうこと、佐藤君っていうね佐藤君がね、佐藤君、まあ、この3人組でもう超仲良しで一緒に東京行こうぜってなったんです、この3人で。でまあいろいろ20年経ちましたよね今で。ね佐藤君だけちょっと連絡が取れないんですよ。携帯番号はね僕の携帯に入ってるんです。電話してもちょっと今日繋がらなかったんで、まあ変わってる可能性ありますし、であとちょっとね今日彼の佐藤君の実家に行ってきたんです。佐藤君の実家、まあ、岐阜県のとある山の中なんですけど、まあ、名古屋から片道60キロぐらいですかね、今行ってきました。実家も見つけました。久しぶりに行ったんで、もう20年以上ぶりに行ったんで迷いながら行ったんですけど見つけました。表札もありました。でも誰も住んでない感じでした。うん。ちょっとまあ引っ越しちゃったのかなっていう、まあ、佐藤君自身もですね一緒に東京行って、同じ時期に東京に上京して、まあいろいろあって結婚して、まあ名古屋戻るみたいな、まあ実家戻るみたいな話は聞いてたのでちょっと実家行ったんですが、ちょっといらっしゃらなかったので、まあ新しくねお家を建てたんだろうなと。でまあお父さんお母さんも連れてね、引っ越したんじゃないかなと。で実家は一応まあ残ってるみたいなような状態なんじゃないかなと、表札があるということは。まあそんな風に私は勝手に思ってるんですけど、その佐藤君の話を何でしてるかと言いますと、そのテロがあった2年後ですね、2003年ですかね、ここにもねたくさん写真があるんですが、2003年ですね、2003年の2月17日、まあ、ちょっとこの写真出しちゃいます。佐藤君のねこれを、これが佐藤くんです。ここにねあの3月2003年の2月17日って書いてあるんですけど、この写真は何かって言いますと、2人でニューヨーク行ったんです。ニューヨーク行こうぜって言って、おごるから俺が金は出すから行こうぜっていう形でねちょっと行ってきたんです。こういう感じで飛行機、あの当日はねニューヨークが大雪で飛行機が着陸できないということで1日飛べませんでした。なのでもう成田空港の近くのなんかホテルで急遽泊まったっていう感じのね、こんな感じでふざけてますけども、はい、ふざけた写真撮ってます。やっと飛びましたとね、これ2月18日飛びました、やっと飛びました、飛行機飛べましたね、こんな感じで。途中飛行機で頭を抱える外国人のねおじさんと出会いました。頭を抱えてます、抱えてますね。不安なのか頭が痛いのか分かりませんけども、まあ、そんなこんなでですね、当時の22歳の私ですけども、まあなんとかこの大雪のニューヨークジョン・ F ・ケネディ空港ですかね、確か無事に滑走路完全に凍ってましたが着陸できました。はい、そんな流れで2003年に行ってきたわけです。でまあまあアルバムもねめちゃくちゃあるわけです。当時ビデオカメラとか僕は持ってなかったんで一眼レフを借りてね、でグランドゼロに行ってきたわけです。これは違うな、
アルバム、写真のアルバム5冊分ぐらいね、あるんですけど、で2003年、グランドゼロ、そのテロがあってね、今までツインタワーがあった場所に今グランドゼロということで、まあ、もしかしたら今はね、新しいビルが建ってるみたいな話は聞いてるんですけど、こちらですね、2003年当時のグランドゼロ、こちらにツインタワーがあった場所なんですけども、こういう場所をちょっと見に行って、ネバーフォーゲット、2003年2月20日見に行ってきたわけなんですけども、まあやっぱ9月11日になるとどうしてもやっぱこのテロのことを思い出して、でニューヨークの思い出をやっぱり思い出すと、どうしてもこの佐藤くんが出てくるんです。佐藤くんをどうしても探したいというお話でございますけども、見つからなかったですね。まあちょっと 9.11 の話と絡めるべきことではないかもしれませんけれども、まあ、僕にとっては 9.11 と佐藤くんというのはもう一緒なんです。彼はどこかで生きているはず、またどこかで会えることを信じて引き続き探していこうと思います。はい、まあ、とにかく 9.11 で、ね、お亡くなりになった方には本当にご冥福をお祈りいたします。本当に20年経ってもね、何も変わらないと思いますし、まだ30年、40年とこれからも、もう忘れられることは絶対にない事件だと思いますので、これからも、またニューヨーク行きたいですね。よし、決めた。2022年9月11日、ニューヨークに行きます。絶対に。ということでいいですかね。まあ、できれば佐藤くんをそれまでに見つけて、佐藤くんをまた連れて、次はちょっと佐藤くんにおごってもらおうかな。この前俺が出したんだろ、だからちょっともう一回ニューヨーク連れてってくれ、おごってくれるんじゃないかな。無理かな。あ、でも本当はできればコウくんも一緒に行きたいんだ。3人で仲良し3人組で、あの若かりし頃の最新をもう一度思い出したい、そういうお話です。皆様、青春取り戻しましょうよ。取り戻しましょう。取り戻せますからね。忘れてないですか、青春を。あなたの青春は過去の思い出で終わりですか。青春は死ぬまで終わりませんよ。真面目に言ってます。真面目に言ってるんですよ、私。皆さん大丈夫です。大丈夫だから人生思いっきり楽しみましょう。生まれた瞬間から人間は死に向かってるんです。それはもう分かってることなんです。じゃあ何する、そういうお話ですよ。大丈夫、大丈夫だから楽しくいきましょう。ということで、今日の締めは最高だと自分で思います。また明日も楽しくいきましょうよ。明日も明後日も毎日毎日楽しくいきましょう。ということで、ちょっと長く14分も話してしまいました。また明日お会いしましょう。平山しげるでした。おやすみなさい。明日もお仕事という方は頑張りましょう。ということで、おやすみなさい。